YD ドックの水中ビークルラボです。今回はプラモ水中特撮の中で水中撮影用フロート C ドックを使った宇宙戦艦ヤマトの撮影をご覧ください。今回はヤマトの水中シーンを捉える定点カメラも用意しました。撮影風景を撮影するということで操縦風景や C ドックの動きをあえて見せています。 C ドックはカメラを装着して水中を撮影するためのメカであり、ヤマト自体を搭載して撮影したりすることも可能な多目的な撮影メカです。ヤマトに関しては長らく SFIDD の主力艦としていろいろな撮影に使ってきました。まずはこの2隻を動かす準備をします。 C ドックにはカメラを装着して撮影できるようにスタンバイします。今回は前方と側面にカメラを装着しました。後方にも搭載して後ろを撮影できますが、今回は使用しませんでした。この方法はヤマトを走行させながら C ドックで撮影するので1人で2隻を同時に操縦する必要があります。 C ドックは水上ですが、ヤマトに関しては3次元軌道になります。両方の特性を考えながら操縦して撮影するので慣れが必要になります。ヤマトのコントロールは左スティックで方向進路制御を行います。右スロットルは操作できないので水力固定です。 C ドックに関しては右スティックだけでコントロールできます。走行だけでなく三脚のようなパン操作も可能になっています。このように一人で水中特撮を行えるようにいろいろな工夫があります。ラジコンとして水中走行させても水中で動くところを見れないので、撮影して見れるようにしたいというのがオリジナルメカを作った動機です。定点カメラの前をヤマトを横切らせて通り過ぎると同時に C ドックを加速して側面カメラで並走撮影ができたりもします。そして今まで多くの作品を残してきましたが、このような作品を作るために作った撮影メカが C ドックなのです。今ではさらに撮影方法も増えて様々なカットを撮影できるようになっていますが、今回はベーシックな撮影方法を紹介します。ここからはしばし水中撮影の浮遊感をお楽しみください。
これがヤマトとシードックによる水中特撮です。実際にはこのシードックによる撮影だけでなく、ヤマト本体にカメラを搭載したり、水中ドローンを使ったり、水中に電波が届かない時にはシードックにヤマトを搭載して撮影したりと、いろいろな方法を組み合わせて一つの作品を作っています。ヤマトを制作している時に、水中走行をするヤマトを撮影するために同時に作ったのがこのシードックで、ラジコン潜水艦を撮影するために必要な機能を考えて作り出したメカなのです。今は水中ドローンも撮影機材に追加しましたが、それでもシードックの無線操縦のアドバンテージは大きく、テザーケーブルのないことが撮影の幅を広げてくれます。 CG ではないリアルな世界を見せてくれるこれらの機材はまだまだ活躍してくれそうです。 SFIDD 水中ビークルラボでした。それではまた次の動画でお会いしましょう。